第25回ユーロビジョンソングコンテスト1980、オランダ・デンハーグのコンセルトヘボーにてに開催された。プレゼンターの女優マルローズ・フルイトスマは、オランダ語しか使用しなかった。制作、オノス、オランダ放送協会、放送時間、2時間18分。イスラエルは1979年の優勝国として、自国で開催する権利があったが、2年連続での開催は、 資金負担が大きく、イスラエル政府も今イスラエル放送局の支援要求を退りけたことから断念することになった。エブ欧州放送連合は前年2位だったスペインや3位のイギリスと代理開催について交渉したが不調に終わった。最終的にはオランダが代理開催することで合意した。過去オランダの優勝は4回だが開催は3回。 これは1960年をイギリスが代理開催したためで、今回はその穴埋めの形になっている。ノースは短期間で経費も節減した内容で準備しなければならなかったため、会場も1976年と同じ場所を利用し、デザイナー等も再登用している。二増二減で前年と同じ19カ国となった、以下3カ国の出場回数及び、 中継テレビ局一覧ベルギー・フランスの放送ジョニー・ローガン変更なし各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票お気に入り順22、18から1点として採点演目終了後国際電話で繋がれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表プレゼンターが副賞確認しスコアボードに加算されたこの回では 発表をよりエキサイティングにするために各国の審査員は回から順に1点は、2点は、3点は、と読み上げることが定められた。得点発表の初期にはオランダが大きなリードを見せ、最初の4カ国が得点を発表した時点で3カ国から最大得点の12点を得ていた。しかしその後はオランダの得点の伸びは続かず、ドイツ、ついでアイルランドが首位に立った。 言語はイコール、アラビア語、テイコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ランイコール、オランダ語、ウベイコール、ノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、イコール、イタリア語、エイコール英語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土、イコール、トルコ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語以下の表は、 最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す参加国過去に参加経験のある不参加国各局の歌詞については以下を参照のことディガルースラッシュ英語版、フランス語版、ありがとうございます。